万歳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 。当選を果たしたのは無所属新人で前市議の佐藤由美さん45歳です。この12年間市議会議員として市政を見てまいりまして、これまでも議員として実現できたこともたくさんございますが、新たに市長となり予算が執行できる立場になることで、またさらにこの長久手市政前進をさせていきたいと考えております。佐藤さんは18歳までの医療費無償化など子育て支援策の充実を掲げ初当選を果たしました。愛知県内初となる女性の自治体トップの誕生となります。いずれも新人の岩岡さんと佐野さんは一歩及びませんでした。知名度のない中、新人の私が勝ち抜くには難しい選挙戦でした。本当に申し訳ありません。ありがとうございました。私本人の不徳の致すところ、本当に結果が及ばず申し訳ございませんでした。市長選の投票率は 38.48% で、前回を 0.76% 上回りました。